ヤクラ中尾車は、将棋の先鋒の一つ。ヤグラ戦において主に後手つ害で用いられる、急戦ヤグラの一種。相ヤグラにおいて用いられるヤグラ囲いは、角道を遮断できる囲いであり、引き角との相性もよく使いやすい囲いである。しかし駒組みに時間がかかるため、その間に、後手が先行し、主導権を握ろうとするのが、狙いと趣旨である。八十年代後半には、 後手き戦の主流戦法であった。イメージと読みの将棋観に出、藤井武氏によると矢倉囲いは、振り飛車に対する人形としては、非常にダサくて、タイ矢倉の作戦としては中飛車も考えられるとしている。ある時には、基本形1から中飛車で64歩から63銀の形を作ってから中飛車にする。25歩なら5、55歩同歩同飛56歩も1飛として5筋の、 風交換した後から五四銀六一金七三桂と銀桂を使っていく。あとはもう一手三一玉と寄ってから、六五歩と仕掛けていけばよい。五一飛と下段に飛車を引き、五四銀と要所に銀を据える。その後、五点六七筋へ、比較銀桂ツラを裁き、敵陣の駒組み途中の矢倉が恋こいを攻めつぶす。そこまで、うまくいかなくても、 5四銀の後継と持ち駒の歩を生かして主導権を握っていく。また5に金6一飛から右島飛車にシフトするのも狙い筋となり5四銀型を生かすことができる。この他6二玉から7二玉、6二金や7二金とし、玉を右に囲うスタイルのもある。また、島明は左銀を33から44と繰り出して、左銀攻めに参加させる。 独自の矢倉中飛車を用いている。こうした着想は、江戸時代の矢倉対策の中飛車にその原型を遡る。例えば、ず一ッチの1753年のお城将棋、先手送り画人、伊藤寛樹大後手八代大橋総計戦。後手の総計が後に一回った局面であるが、江戸時代に矢倉将棋が幕末の規制と謳われた。 天野双方の出現まで振り飛車に主流を奪われて、いたのは矢倉に対しては中飛車で立ち向かうのが有力な対抗策となっていたからである。矢倉は左右に銀が分裂して、どうしても中央が薄くなるので、その弱点をついて、中飛車に転じて反撃するという考え方が主流をなしていた。随一の局面の後手人は、大内信之の大内流に似通っているが、そのルーツをたどると、 江戸時代に原型があることがわかる。その後には、図には1982年6月の、将棋 JT 日本シリーズ、先手、米長国を対後手、霧山清澄戦であるが、先手の米長のように一五歩から二九飛から飛車を五筋に展開するような思考も試みられてきた。図にから図三を経て、先手が五五歩同歩同銀八六歩同歩九、五銀五四銀同金同飛と展開した。 また、加藤龍矢倉3七銀から4六銀マイナス5八、火から5五歩とする指し方なども多く試みられてきた。先手の有力な対策としては、角を8八で受けに使い、右銀を5七に進めた後、7七に上がった銀を6八に引き直すという指し方がある。田中虎彦が発案したもので、以降プロの実践では、ほとんどがこの形である。 それまでは主には4七銀とする形で受けていた。もともと倉の後手日が7七銀から6六歩に変わった理由の一つに、この矢倉中飛車への対策も含まれていた。7七銀と上がっていない6八銀型であると、中央が手厚いため、矢倉中飛車も効果が半減となってしまうからである。イメージと読みの将棋観にでは、 基本図1の線形は1989年以降2010年までで12局、刺され6勝6敗となっていてプロの公式棋戦ではあまり刺されていない1999年度に刺されたのは1局のみであったという特に2010年前後には先手がヤグラ中飛車を警戒して77銀を保留して68銀型のまま待機することも多くなり後手はヤグラ中飛車を ますますしにくくなる。後手が矢倉中飛車を断念して後に金としたのを見て、先手が7七銀とするのが最新の手順とされた。先に7七銀型にするには、後手も8五歩をつかなくてはならないのに加え、王と飛車が接近している形で思った以上に気を使い、特に4一玉型と中飛車のバランスが良くなく、現実に作戦として勝ちにくいとされ、 他の急戦ヤグラを刺されずに弾を囲って相手に動いてもらう戦型の多かった時期と重なり、さらにヤグラ自体も以前に比べ減っており、その結果ヤグラ中飛車が現れにくくなっていた。プロでは好みの問題もあって好きな人でないとやらない戦型となっていた。その後、藤井武氏が総案した藤井流早囲いが出現。その対策として注目されていく。そこからさらに、 矢倉戦手番では急戦を避ける手段として、早くに66の歩を突くと、攻めのとっかかりを与えるとして、66の歩を突かずに様子を見る指し方が増えた。寄付。第19回銀河戦本位戦 E ブロック8回戦、安倍健次郎津島明戦を参照。将棋基本戦法教被写編、P43。ありがとうございます。